海道首なし事件、件なんですけど、この前、第一審が始まったと。まあ、それはお母さんのね、ひろこの裁判です。まあ、実際的にやって手を下したのは、ルナ、田村ルナ、娘ですね、サイコパスですね。ルナの被害に遭ったのが、浦仁志さん、62歳。この人は女装マニアですね。今はほぼほぼ名前が出てこない A さんっていう話になってるんですが、まあ、この人もかなり、個性がある被害者に個性がある。僕はちょっと思うのは、浦さんが、女装マニアでなければ被害に遭ってなかったんじゃないのかなっていうふうな部分もあるわけですよ。やっぱりルナのなんかの金銭に触れたというか、ルナはこの人だと思った部分があったんだろうなっていうふうに思うんですよね。この人を狙いたいって思う何かビビッとくるものが、サイコパス特有の精神異常者特有で惹かれ合うものがあったんじゃないのかなと未だに僕は思ってるんですが。じゃあ、浦さん、なんでこんな女装マニアとか変なことをし始めたのかっていうところですかね。浦さんは家族構成的に言うと、奥さん、もう結婚してるんですよ。で、子供が2人。で、両親も健在ですね。おじいちゃんおばあちゃんですか。札幌というか札幌近くですね。その北海道の、まあ、恵庭市っていうところにいたんですが、浦さんはね、奥さんと子供2人の4人で住んでと。バイクが好きなんですよ、浦さんは。で、ツーリング仲間もいて、よく北海道で民宿に泊まりに行った。その時に息子さんと一緒に、だから1人は男性ってこと、息子男ってことですね。息子さんと一緒に来た時は、宿に来た時はさすがに女装はしてませんけどねと。そう。それを裏を返せば、この浦さんは、息子さんといない時は女装するんですよ。その民宿でね。で、その民宿でもう人気者で、浦さんを頼って女装をする、まあ、浦さんに感化されて女装するような人もよく利用してた。なんかそういう話もあったんですよ。会社は吉野石膏っていうところで働いてたのが石膏屋なんですかね。趣味はバイクと女装ですね。で、いつから女装始めてるのかちょっとわからないんですが、高校を卒業した浦さんはアメリカ系のノーキングメーカーに就職、東京旭川などでも働いて、現在の妻と結婚して北海道に引っ越してきた。両親は2人とも認知症を患っているということですね。介護施設に入所していた。だからなかなか複雑なんですよ。奥さんとは仲が悪い、家庭内別居をしてたということですね。浦さんは別居はしてなく、夫婦仲があまり良くなくて家庭内別居をしてい、実際彼は奥さんと家庭内別居状態だったと嘆いていてね、休みのたびに土曜の夜は飲み明かして女性と一夜を過ごし、日曜夜に自宅へ帰る、そんな生活を繰り返してたら心配になりましたよというふうに遊び仲間が。だからそれもまたすごい話だなっていう、ね。ご両親は介護施設に入ってるわけでしょ。まあ奥さんと、まあ子供もいるわけですよ。62歳って結構なね、年齢じゃないですか。なのに夜な夜な女装して、女をあさりに女装というね、格好で行くと。しかし奥さんはいる。家庭内別居。昔、さんまのあれでよく、さんまさんがよく言ってるやつで、兄は夜更け過ぎに雪江に変わるだろうっていうね。お兄さんがね、夜更け過ぎに雪江っていう女に変わるっていうね。それは山下達郎さんのクリスマスイブにね、なぞらえた替え歌があったりしてね。それは面白いなと思います。まさにそういう状況だったってことですよ。浦さんは、まあ女装趣味では隠してなかったわけですね。X にかなり頻繁に乗っけてるわけですよ。女装の格好。だから結構こだわりを持ってやってたってことですよね。奥さんは女装趣味をどう思っているのかと。浦さんに尋ねたら、小遣いの範囲内ならいいんじゃないと言ってもらっていた。だから奥さんも公認なんですね、女装はね。まあ迷惑かけない程度にやりなさいよってこと。だから今どういう心境なんですかね。それが元でルナと知り合って殺されたっていうね、頭部を持ちされてね、こんな事件になってて。殺人者の方も、あれですが、殺された方の家族の方もかなりね、ダメージはでかいなと。ただ単に被害者家族というよりは、女装マニアだっていうこと自体もいろいろと書かれてますから、性欲が強かった、浦さんは。ですね、これはな、週刊現代かなんか載ってたのかな。今年3月頃、いきなりピチピチパンツの女装姿で決めた彼、浦さんに声かけられた。てっきり女性に興味がない人なのかと思っていたので驚いた。札幌市内の、すぐ、女性54歳。初めて出会った場所は鈴木の、でもバブル時代の雰囲気が色濃い老舗のディスコでした。
そこで2軒目は DJ のいるクラブに行こうと誘われ、だからすごいアクティブなんですよね。62でね。54歳も、まあ、要は僕と同じ世代から上ってことなんですけど、僕がそれを夜な夜な、そういうことやれって言われたら、まあできないですよね。そんな体力はないですよね。まあ、やりたいとも思わない、そういう気持ちになれないですよね。3軒目にはしごでした後のラブホテルに行ったと。すごい誤差感なんですよね。事件現場となったラブホも前に一緒に歩いたんですが、週末で周囲のホテルが全部満室。それで LINE を交換して再会を誓い別れたんです。再びまた1週間後ディスコで会った。彼はちゃんと化粧してスカートを履いて音楽に合わせて陽気に踊っていた。今すごいですよね。毎回化粧してスカート履いてね、おっちゃんがですよ、62歳のおっちゃんがね、陽気に踊るんですよ。旗から見ても股間が膨らんでいるのか分かるよね。興奮してる様子で、とても性欲が強いんだなと思ったと。62歳でね、女装して股間がパンパンに膨らんでるっていうね、言っちゃってますよね。実際この日は無事にラブホテルに入れたんですが、部屋に入った途端いきなり抱かれてガンガン疲れて、こちらのことは配慮してくれないというか、あまりに一方的なのでもっと一緒にいようと言われたんですが、失礼して連絡を取らなくなりました。お若いですよね、ルナともね。30歳のルナともね、 SM プレイをしようって言ったら死を覚悟してね、 SM プレイをねやりに行って結局殺されたわけですからね。その後彼から何度も誘いを受けたが、その勢いに嫌悪感を抱き無視を決め込んだ。すすきの飲食関係者によると、被害者の彼、まあ、浦さんは雪吊りの男女の関係を求めていたようで、夜の店やクラブで会った女性に連絡を聞いて回ってラブホテルに行く、そうして関係を持っていた女性が何人もいるという噂になっていました。実際彼は奥さんと家庭内別居状態だと嘆いていてね、休みのたびに土曜の夜は飲み明かして女性と一夜を過ごし、日曜日の夜に自宅に帰る、そんな生活を繰り返していたので心配になっていました。女装は若い女と知り合ってやるための道具。まあそうそう、ともちゃんと呼ばれた、ともちんって呼ばれてたんね、浦さんはね。混浴温泉や特殊な趣味を持つたちが、まあ要は、あれだ、ハプバーにも出入りしてたってことね、ともちゃんはね、ともちんは。そのハプバーでも要注意人物だったってことね、らしいです。